9月のクエストダンジョンレベル13ラー編成でクリアしたので紹介していきたいと思います。動画上では1枚抜きですね。はい、PDC ではラフィーネを入れています。軽く編成から紹介していきます。リーダーはラーですね。これは試練進化のラーです。続いてサブが同じく試練進化のセレスで、今回の夏貝ノート、闇アテン、ラフィーネで、フレンドが固定のアポカリプスとなっています。はい、まず役割から見ていきます。セレスは覚醒無効回復枠ですね。あと貴族生が今回パーティーにいなかったので9目としてセレスを入れました。でガイノートとアテンに関しては2ターンで打てる6色生成のスキルという風になっています。でラフィーネは一応ルーレット生成枠として入れてるんですけど、まあ、動画で見てもらえたら分かる通り、まあ、パズル自信ある方はこれ入れなくても十分に勝てます。まあ、自由枠ですね。で、今回の立ち回り方についてなんですけど、基本的にこの、ガイノートとアテンをループさせて6色を盤面で組むっていう形になってます。で階層ごとに使うスキルは右下に書いてある通りですね。はい、まあ、今回そんなに複雑なスキルがいないのでギミックに合わせてスキルを打ってください。今の動画みたいな感じで送りの階層だけね覚醒無効が飛んでくるので温存しておいたセレスを打って覚醒無効を回復していきます。はい、セレスは1回と4回で打ちます。まあ、1回で打つ必要は特にないんですけど、うん、まあなんとなく1回で打ってます。はい、で、続いてカンナですね。この階層でフレンドの枠のアポカリプスを打ってダメージ吸収をしていきます。でここでねランダムで3つルーレットが作られてしまうのでパズルがねそんなに得意ではない場合結構難しい、まあ、自分も結構難しかったんですけど難しいなと感じる方はラフィーネをね編成してここで打ってください。まあ、ラフィーネじゃなくても他のルーレット生成のキャラであれば誰でも大丈夫です。ボスはですね3ターン遅延されてしまったのでまず3ターン貯めていきます。敵のね攻撃があと7ターン後に来るので、まあ、ここは余裕で耐久が可能ですね。でスキルが溜まり直したらガイノートとラーを打って、上限解放して殴っていきます。ワンパンはねちょっと難しかったですね。スーパンで、2回に分けて倒していきました。動画のようにね暗闇が降ってくるんですけど、まあ、対策する必要ないのかなと思って今回は対策していません。お疲れ様でした。以上参考程度にお願いします。